はい、皆さんこんにちは、マサルと申します。マサルの勉強部へようこそ。それでは今日は第65回になりまして、メールサーバー周りの知識を整理しておこうと思います。私自身ちょっとメールサーバー周りのキーワードをうまく整理できてなくって、ちょっと問題につまずいたことがありますので、ここで一緒に、もしメールサーバー周り弱い方は一緒にキーワードを整理していきましょう。ではキーワードですね、大きくこの MUA とか MTA、MSA、MDA、MRA と、まあ、このように似たような言葉がたくさんあるので本当に分かりづらいんですけど、しっかりこの単語を、ばらして、まあ、どういう頭文字を取ってこの言葉ができているっていうところを意識していけばきっと分かるようになると思いますので、一緒に整理していきましょう。まずは MUA ですね。これはメールユーザーエージェントの略です。いわゆるメーラーってやつですね。ユーザーのエージェントなので、まあ、ユーザーの代理人、まあ、ユーザーに一番近いものと考えると MUA、メーラーだなっていうことが意識できると思います。次が MTA、 メールトランスファーエージェント。まあ、これは SMTP サーバーなんて言われますけれども、実際にメールを配送してくれる機能を補っています。まあ、トランスファーですね、どんどん送り出すようなイメージです。メールを配送してくれるので MTA です。はい、次です。MSA、 メッセージサブミッションエージェント。ここだけメールじゃないですね、メッセージです。メッセージサブミッションエージェント、これはメールクライアントからサブミッション宛てのメールを中継する、まあ、プログラムですね。まあ、ここで認証したりするんですけれども、まあ、詳しくはまたちょっとこの後の絵を見ながら説明していきます。次、 MDA、 メールデリバリーエージェント。これは MTA ですね。 SMTP サーバーが受け取ったメールをユーザー個々のメールボックスに配送してくれるプログラムのことです。配送してくれる、まあ、デリバリー、届けてくれますよっていうようなプログラムが MDA です。そして MRA、 メールレトリーバルエージェント。すごい言いづらいですよね。これは個々のメールボックスに蓄えられているメールを MUA、 メールのメーラーに渡すプログラムのことを MRA と言います。この MRA が一番この単語的にも馴染みがないんですけれども、このレトリーバルというのはゴールデンレトリーバーをイメージして、ゴールデンレトリーバーっていうのはこの狩猟犬だったそうで、ご主人の代わりにメールボックスに入っているメールを取ってきてみたいな、まあ、そういった役割をしてくれるのがこの MRA です。この R を見たらですね、こうレトリーバー、ゴールデンレトリーバーを思い出してください。自分のメールボックスに蓄えられているメールをメーラーに持ってきてくれるプログラムが MRA です。それでは言葉だけだと少しイメージしづらいと思いますので、実際の動きの中で各キーワードがどのように登場してくるか、まあ、そこを整理してみたいと思います。一番シンプルなのは送信の場合です。送信の場合、ユーザーがいてメールを作りますと。でメールは、まあ、メーラーで作ったりするんですけど、メーラーは MUA ですね。 MUA からMTA、 メールトランスファーエージェントに渡してインターネットの世界に行って、まあ、メールが届けられますよと。送信の場合、一番シンプルな構成だと登場人物は2つだけです。 MUA と MTA だけですね。ただ最近の情勢を見ると、まあ、スパムメールが多かったり迷惑メールが多かったり、まあ、そのような、背景がありまして、送信の場合ですね、しっかり認証しなきゃいけませんよねっていうようなルールになってきてます。なので送信する場合、 SMTP っていうのは送信できないので、まあ、認証の仕組みを実装するためにこの MSA というのが活躍してきます。 MUA で作ったメールを一旦 MSA で受け止めて、まあ、認証するプロセスに渡してあげて認証するんですね。このメールを作った人が、このメールサーバーを使っていいですかみたいな、まあ、そういった認証するのが MSA の役割です。認証するのがというよりかは認証するプロセスに渡すための、プログラムの方がイメージ近いかもしれません。はい、で MSA で受け取って認証問題なければ MTA に渡してあげて送信するというこういう流れですね。なので MSA は、まあ、送信の時に認証する仕組みを実装するための、プログラムだと思ってください。はい、それでは最後に受信の場合を見てみましょう。受信する場合はインターネット側から受信者に向けてメールが送られてきます。まずメールを受け取るのは MTA の役割です。
MTA がメールを受け取って MTA から MDA にメールを渡します。で、MDA はメールボックスにこのメールを格納してくれるっていう役目ですね。そしてユーザーは MUA を通じて、まあ、MRA にですね指定して、あのメールボックスに入っている自分のメール取ってきてというふうに依頼して、 MRA がメールを取ってきて MUA を通じてユーザーはメールを見ることができる、まあ、このような流れになっています。はい、それでは今日はキーワードですね、メールサーバー周りで MUA とか MTA、MSA、MDA、MRA、まあ、このようなキーワードをアウトプット挑戦してみました。こういう3文字の似たような言葉がたくさんあると本当に混乱して何が何だかわからなくなってしまうんですけれども、まあ、一つずつですね、今日は例えば MUA はメーラーのことだな、 MRA はメールボックスからメールを取ってくれる犬なんだなみたいな、そんな感じで、まあ、少しずつですね覚えていけばいいと思いますので、一緒に勉強をこれからも頑張っていきましょう。はい、それでは今日の動画は以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。